定前寺通りを走る仙台市営バスループル。仙台仙台市営バスは、仙台市が経営する公営のバス事業である。仙台市交通局が運営を担当する。一般路線バスの現在の営業エリアは、仙台市のほぼ全域で、一部の路線は、多賀城市に乗り入れるものもある。かつては高速バスも運行していたが廃止され、貸切バス事業は休止中である。 観光地循環バス、ループル、仙台やコミュニティバスも運行している。仙台市営バスはもともと公営バスとして事業が開始されたものではなく、仙台市電の運営を行っていた仙台市が、戦時統合により、仙台市周辺の民営事業者を買収して、成立したものである。太平洋戦争下の1942年7月1日、前進となる。 仙台市外自動車を市が買収し、同年8月21日に仙台市営バスとして発足させた。続いて1943年、周辺事業者を買収した。仙台市は陸上交通事業調整法の指定地域ではなかったが、鉄道省の通達に基づいて戦時統合が行われた。そうした歴史的経緯により仙台市が 政令指定都市に移行する以前から、旧泉市、旧宮城町、旧秋保町地域に営業エリアを持っており、かつては、塩釜市、岩沼市、名取市、七ヶ浜町、松島町にも路線展開し、仙台近郊に幅広くエリアを広げていた。またかつては、利府町、吉岡町、坂本村への路線もあったが、これらは1950年までに、 仙台鉄道バス及び仙南交通自動車へ譲渡している。1976年3月31日の仙台市電廃止に伴い、市電廃止代替バス、グリーンバスを運行開始。その後は交通事情や新設された施設への乗り入れもあり、営業末期は市電のルートと完全には一致していなかった。百八十七年七月十五日の 仙台市地下鉄南北線開業により、グリーンバスは廃止された。仙台市内では、仙台市営バスのほか宮城交通、愛子観光バス、竹谷交通の民間事業者3社が路線を展開している。そのうち、全市規模で路線を持つのは、宮城交通のみで、愛子観光バスと竹谷交通は、一般路線バス部門では、単一系統を運行するにどまる。かつては、 シバスと宮城交通の競合が見られ、20年ほど前までは仙台岩沼間や仙台塩釜間の幹線系統、仙台空港線などいくつかの競合路線があり、激しく競合を続けていた。その後は、鉄道との並行路線の廃止や、シバスから宮城交通への路線上渡が進んだため、重複路線は一部を除き解消された。仙台市営バスは、青葉区。 宮城野区、若林区中心、宮城交通は、大白区、泉区中心と住み分けが進み、かつてのような、熾烈な競争はなくなってきている。一方で、仙台市地下鉄東西線開業と、都市計画道路の整備に伴い、八木山地区では、客の奪い合いが生じている。数部違いで、同じ系統をしばすと宮城交通のバスが走り、 どちらかに乗客が偏るという現象も起きている。便の時間調整はされていない。2006年4月1日からバスロケーションシステムが導入された。東北地方の他の事業者ではすでに数年前から実施している事業者も多く後発の導入となる。また、同年度からは増える累積赤字を解消するため経営改善の 一環として民営バス事業者への運行委託も開始している。2006年4月から白沢出張所を JR バス東北へ運行委託したのを皮切りに2008年4月からは岡田出張所を宮城交通へ2009年4月からは七北田出張所を JR バス東北へ運行委託した。2010年4月からは 東仙台営業所の一部を分割し新設した、ニーデラ出張所を宮城交通へ運行委託し、翌2011年6月からは、東仙台営業所本所も宮城交通へ運行委託した。東仙台営業所の委託については2010年4月から5年契約の扱いだが、ニーデラ出張所として分割した部分が丸5年で、契約から3年目以降に、 東仙台営業所本所も委託となっていたが、10ヶ月前倒しして委託を開始している。2015年12月6日には、仙台市地下鉄の新線として、東西線が開業。同日より、東西線結節区間100円均一運賃制度を導入、八木山動物公園駅、薬師堂駅、 新井駅の3駅周辺の半径 1.5km 圏で100円均一運賃を導入開始した。また、東西線開業と同時に、シバスと宮城交通でも IC カード乗車券、アイクスクを導入している。地下鉄東西線開業に伴い、同日より霞の名業所本省を宮城交通へ全面委託。それまでに委託済みの拠点に、 車両転籍の形で順次委託を進めた。全面委託までの間は、霞の名業所内に、霞の目文書を開設し、転籍の受け皿かつ宮城交通の受託事業所として、機能していた。これにより、法律の制限いっぱいの全車両の半分程度を、民間委託により運行する形となった。しかし、地下鉄東西線開業に伴う、路線再編により、 ドルバコ路線であった東北大学、宮城教育大学の通学路線が大幅に縮小し、学と仙台フリーパスの内バス利用可能な剣種を購入する学生が減少した。また、東西線開業で100円均一運賃区間を設けたことなどもあり、仙台市営バスとしての収支は東西線開業前よりも大幅に悪化した。このことも赤字拡大の一因とされる。 中央循環線専用車両エアポート、リムジンバス括弧内は営業所、出張所のシンボルマークで、車両の前面、後面に所属営業所を表す丸い動物のイラストが描かれている。この動物のイラストは、仙台市役所本庁舎を中心に十二市の方位に基づくもの。また、営業所、出張所及び、文室名の最初の漢字一文字が後面と中扉の、 すぐ右側、それに運転席後方のガラス面に重布されている。所管路線等詳細は、各営業所、出張所、分室記事を参照のこと。営業所から出張所に降格したものは含まない。待機路線運賃を採用しており、初乗り運賃は乗る地点によって異なる。乗降方式は、中乗前より前折、市内中心部及び地下鉄東西線沿線で、 均一運賃制度を採用している2017年9月までは、宮城交通と並走する区間に限り、同社のバスに乗車した場合でも仙台市営バスと、同一の運賃を適用する措置が取られていた。2011年12月13日に、2014年度、目処に、地下鉄南北線と、市営バスに、IC 乗車カードを導入する予定と発表された。名称はアイクスク。 市営バスと宮城交通では地下鉄東西線開業の2015年12月6日よりアイクスクの取扱いを開始。なお、2016年3月26日からは東日本旅客鉄道のスイカとの仙台県における相互利用も開始した。以下のプリペイド式乗車カードを取り扱っていた。バスカードを除き地下鉄でも利用できた。 いずれも宮城交通の路線バスと共通利用が可能であった。宮城交通で販売していたメルシーカードも地下鉄を除いて相互利用可能であった。アイクスク導入後も使用可能であったが2016年10月31日をもって取扱いを終了し、その後は5年間払い戻しの対応となる。地下鉄乗り継ぎ乗車券バス乗り継ぎ乗車券また、 仙台市営バスでは、宮城交通と共同で、バスと地下鉄南北線の乗り継ぎ制度を実施していた。これは、スキップカードを使って、指定の停留所で下車し、乗り継ぎ駅で地下鉄に乗車すると、バスと地下鉄の合算運賃から40円、割引される制度であった。乗り継ぎ指定駅は、泉中央駅、八乙女駅、旭ヶ丘駅、北仙台駅、長町駅、 長町南駅の各駅で、その駅に接続するバス停が指定の停留所とされた。乗り継ぎ割引は、大人がスキップカードで乗車する場合、乗り継ぎ先の交通機関で、自動的に乗り継ぎ割引が適用された。現金での取扱いの場合、駅の券売機もしくはバス車内で、乗り継ぎ乗車券を購入した。駅で購入できる乗り継ぎ乗車券には150円分の、 バス運賃が含まれており、乗り越した際は不足分を支払った。また、バス車内で購入できる乗り継ぎ乗車券は、地下鉄1区もしくは2区分の運賃が含まれ、同様に乗り越した際は不足分を、生産機で支払うというものであった。現在では、上記の乗り継ぎ制度は全廃され、アイクス区で60分以内に、バスと地下鉄を乗り継ぐ場合に限り、 通常のアイクスクポイントとは別に30ポイント付与される形に変わった。なお、この制度においては、乗り継ぎ指定駅、乗り継ぎ指定停留所の制限はないため、高等大公園駅で下車した後、60分以内に仙台駅前停留所からバスに乗車するようなケースで、あっても30ポイントは付与される。仙台駅前東北大学キャンパス、東北大学は、 市内に5つのキャンパスを持ち、各学部等を分散していることから、市内のバス停も、東北大学前とはせず、単純に、学部、学科、研究所名をそのままバス停にしている場合が多い。大学本部のある、片平キャンパスや、大学の、表の顔となる、川内キャンパスの最寄り停留所には、東北大の文字が関してある。例外として、 東北大学入試センター前だけは、施設名称を略さないでそのままバス停名にしている。なお、学部、学科の再編がある場合、バス停名の解消も、その都度、直近のダイヤ改正時に行われている。ただし東西線開業に伴い、川内地区と理学部地区の停留所は廃止されている。東北大学病院仙台市営バスの系統の多くは、 仙台駅周辺へ一局集中し、仙台駅前、または交通局東北大学病院前を奇襲点とする。仙台駅前を経由しない系統は、地下鉄駅を奇襲点とするものが多い。仙台駅前及び地下鉄駅を経由しない系統は、通学や公共施設等への便や出入庫系統など一部の系統に限られる。なお、 南部南東部からの系統の多くは、宮城交通のように、県庁市役所前を終点にせず交通局まで運行する。これは、交通局向かいの木町通駐車場への出入校を主目的としたものであるが、交通局が東北大学病院まで徒歩5分程度と、近接するため通院にも利用され、そのため交通局前バス停も、 交通局東北大学病院前と解消された。大学病院正門前の東北大学病院前バス停と合わせて多数の系統が東北大学病院の前を発着するため駅からの距離はあっても病院の利便性は高い。定義線では京愛路を運行するため白沢車庫前から保安要員が天井するが運行中に危険箇所を 車内から目視するために天井するもので乗客への接遇はしない。1991年までは車掌として乗務し乗車券の発売や停留所案内を行っていた。白沢出張所所属の全車両にバックカメラを装着したため2008年3月をもって保安要員は廃止になった。保安要員は京和町線でも見られたが 中型車を導入して廃止している。また、二口線も途中狭い道がある上、白沢車庫発着から愛子駅発着に変更になったため廃止になった。芋沢線、大沢線、野草園線、高松線では、共愛路があったため車掌が乗務していたが、芋沢線、大沢線は道路が整備されたために1991年に車掌の乗務は廃止された。 また、野草沿線や高松線では、中型車導入に伴い廃止された。高松、安養寺線では、ワンマンカ後に、車両無線が導入され、高松地域内において、無線連絡による運転を行っている。小松島小学校付近にの森付近は、共愛路のためすれ違い可能な箇所が限られている。このため下り便は、東照宮一丁目付近、上り便は2の。 森東付近において、無線で連絡を行うことが義務付けられている。無線連絡で、互いの現在位置を確認して、すれ違い箇所の打ち合わせを行う。仙台市営バスでは、複数の系統を方面別にまとめたものを、路線と称している。各路線に含まれる系統の詳細については、仙台市交通局各営業所、出張所の記事を参照。路線名については、 令和元年度しバス路線別営業件数表を参照。系統番号の導入当初は、下りが仙台駅前乗り場番号と枝番、上りが行き先地記号と経由地番号で、仙台駅前に乗り入れない系統には、経由地と行き先が入れ替わるか、系統番号が付与されなかった。地下鉄開業後の再編により、東西南北の頭文字に数字を入れる形式に改めた。 どの路線がどの方面に行くのか分かりやすかったが、結局普及しなかった。2006年4月から全路線の系統番号を再編し、上下共通2から3桁の番号に改め、社外、社内放送でも行き先と同時に、系統番号を読み上げるようになった。系統番号は、北六番町、大元方面の路線を基準として、概ね時計回りに番号を割り振っている。 系統番号の前につく、アルファベット記号は、以下の16種類がある。2013年より、陸前エバルの町駅、宮城野区役所前、延長運行される系統に対して、H を付す系統が、新たに加わった。その後も私立病院延長系統に、B、荒井駅延長短縮系統に、R、陸前高砂駅延長短縮系統に、T、 ヤギヤマ動物公園駅延長短縮系統に Z、薬師堂駅延長短縮系統に M と付されている。往復とも各駅前経由、終点系統でない場合などは往復とも記号がつかないものもある。国内4メーカーの車両を導入している。一般路線車については大半が大型車であるが、一部境愛路線には中型車が導入される。また、 南高台コミュニティバスにはかつて専用車として小型車の日のリエッセが導入されていたが車両の老朽化により横浜市営バスの日のポンチョに代替えされた大型路線車は1998年までは毎年4メーカーの車両を導入しており各営業所ごとに振り分けていた同年導入車までのメーカーと配置営業所の組み合わせは概ね以下の通り 1999年からは入札制度の導入により年度ごとに導入メーカーが決められるようになりそれ以前にはない営業所とメーカーの組み合わせが見られるようになった2008年以降は大型車は J バス製車両の導入が多くなっている2019年に12年ぶりに三菱不走の大型車が導入された2021年も 三菱不走の大型車が導入された。かつては、富士重工業製車体を採用しており、1983年と1984年の 5E ボディでは、リアウィンドウの雨土長さが短いタイプが導入された。また、高速車、貸切車もかつては在籍していたが、定期観光バス、貸切バスが2001年に事業休止。 エアポートリムジンバスが2007年に廃止され、事業撤退により現在は全車廃車となっている。一部の車両が廃車を逃れた事業者で使用されている。しかし老朽化により廃車が進んでいる。使用年数は1989年生までの大型車では15年前後と比較的早く廃車にしていたが、 1990年生以降の車両は20年以上使用するようになった。最大25年程度使用されている車両もある。バリアフリート低照化への取り組みとしては、1983年までは全車で標準床車を導入していたが、1984年よりグリーンバス用の一部車両で2ステップ低照車の導入を開始。 以降は平坦地の路線を担当する一部営業所をメインに低唱者、それ以外は標準有価車が導入され、1995年導入者からは全車両が低唱者となった。大型リフトバスは1992年と1994年に各2台ずつ導入された。1998年からワンステップバスとノンステップバスが共に導入開始され、 2007年、導入者からは原則として、全車両が、ノンステップバスとなっている。また、2025年度までに全車両を、ノンステップバス化することが計画されている。抵抗会社については、1992年に、東北地方では、初となる、ヒノ、ブルーリボンや HIMR が一台導入された。その後はしばらくハイブリッド車の導入は途絶えていた。 2006年に日野、ブルーリボンシティハイブリッドが導入、翌2007年と2008年にも増備された。CNG バスは2000年から2007年まで導入され、日野を除く3メーカーの車両が東仙台、霞の目に配置された。タンクの使用期限の関係で廃車が進み、2022年春に最後の1台が引退する。車両な装備としては、 1986年から全車やサスでの導入となった。また、1989年からは中型車の一部でトルコンエ T 車が導入された。2015年にイスズエルガーリソン製 AT 車6台を導入。2016年にはイスズエルガの AMT 車が23台導入。2017年からは大型車は 全車両アリソン製 AT 車を導入している。混雑時につかみどころを確保するため、4列吊り革が採用されている。方向幕は現在では、小型バスを除き、すべて LED 式表示器に変更されている。2010年からの新車は、ドアブザーから、ドアチャイムに変更されている。車両登録番号2006年の仙台ナンバー、導入以降、 登録番号の上に桁を、調達年度の下2桁に合わせた希望ナンバーを導入している。また、ループル仙台については、先に導入された4台が、同ナンバー導入直後に仙台ナンバーに変更、その後に増備された車両は、導入順に113.11211 11 11の番号が与えられた。それ以外のバスについては、当初は仙台ナンバーに、 すべて、財布版を検討していたが、仙台ナンバーの広報ラッピングバスとなった、川内営業所所属の一台が、仙台230、ア10から00に変更された以外は、原則的にいずれも従来のナンバーのまま、運用されていた。しかし、2012年末頃から1996年から2006年導入の、車両が、仙台ナンバーに再登録され、 さらに2013年前半から1993年から1995年導入の車両も仙台ナンバーに再登録されている。2015年12月6日の仙台市地下鉄東西線開業に合わせて仙台ナンバーに変更していなかった全車両が廃車となったため、同日以降の仙台市交通局のバスはすべて仙台ナンバーの車両となっている。 中古車大阪市営バスから譲り受けした中古車仙台市営バスでは長い間中古車を原則として導入していなかったが2011年8月に東日本大震災の支援として大阪市営バスから大型ノンステップバス2台を譲り受け各種改造を経て2012年4月頃から新井寺出張所に配置され運用に着いた2012年はじめに 従来車両の対応年数の延長と中古車両導入の方針が示された。それ以降は継続して中古車の導入が行われている。直営には導入されていない。2014年現在は横浜市営バス、都営バスで使用されていた大型ノンステップバスが継続して導入されている。なお、登録番号は上2桁を申請年度に合わせた希望ナンバーが 与えられている。仙台市のシンボルである森の戸を象徴する緑色を基調とし、青色のストライプが描かれている。これは一説によると、ブルーリボンカラーと呼ばれる、日のブルーリボンのサンプルカラーをアレンジしたものと言われ、他に似た図色を採用する事業者として、国際工業とその系列の観光者、トカチバス、八戸市交通部、草軽交通。 小山地方鉄道、茨城観光自動車などがある。近年は増収目的のため全面広告ラッピングバスが増えている。車体の帯色は過去には赤、青、白、大々、緑があり、市内系統、郊外系統、ツーマンカー、ワンマンカー、グリーンバスなどを区別していたが、1985年にグリーンバスを除き青帯に統一された。帯色の意味は、 以下の通りである。ありがとうございます。